ちょっとあのね、ピアニッシモはいいんだけども、それぞれが何やってるかよくわかんないから聞こえた方がいいな、もうちょっと俺が聞こえ、こっち聞こえない？うん、パリララって、その、うん、あのドミソドミソドっていうその上に上がっていくところとか聞こえてくれるといいな。どうした？曇ってる。4番ぐらいは強いけどね。呼吸みたいな感じ、吸いみたいなイメージが欲しいから。セカンドがメロディー取るとこがあるんだけど、もう少し歌わせてくれる？あのチェロがねピッチカートで先行してバン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 ってテンポいくもんだからそこ歌えない。でメロディーところをテンポのところバン
ポップポップっていうピチカートが、それですげえテンポ、あー歌いたいと思うんだけどどんどんいっちゃうから、でできれば、まあ、あのビオラもそうなんだけど、あのピチカートがポンポンポンって3拍入ったりする、あの部分ってどっちかっていうとこうもうちょっとこう止めたい感じなので、あんまりポンポンポンっていかないで、その前がちょっと崩れますよね。ビートがかかった後はテンポになるまでがちょっとぐちゃぐちゃっとするんだよね。タタタタ、そこはねセカンドが8ボンボン持ってるから、そこの8ボンボンセカンドがしっかり弾けばいいだけの話だと思います。その8ボンボンで刻んでるところから、これもまた二重人格の話で、そのってやってるのはストリングなんだけど、そのタリララ、ここからはパバロッティなんですよ。なので、そのタリララタタリリ、ここで4拍目が入ってくるから、その分の4拍目をみんなで見て、17、18、19小節目からのテンポはそこから決めるっていう感じ。うんだ、17小節目が、うん。伸ばしてるとこにパンポンパンタリーって、そこでグングングンって止めてる感じになってくるので、そこを意識しながらイメージ欲しいなと思います。どか 10小節目かな、あ、テン